こんばんは、カウパパです。先日ですね、ちょっと長いキャンプの動画を上げました。まあ、いくつかこう新しい道具をですね導入したわけなんですけど、まあ、買えば買ったで、ポイントというものが貯まりますんでね。で、だいぶポイントが貯まってました。はっきり言うとね、桁数というと5桁以上貯まってましたね。でね、どっちみちポイントも使わないとね、まあ、ポイントじゃないんで、なんか買ってみようということで、今回ですね、ポイントで、こんなものを買ってみました。じゃーんと。これがですね、またお前ストーブ買ったのかと言われそうなんですが、プリムスのですね、イータスパイダーですね。ちょっと一回出してみますね。こんな、すごいですね、立派なカバーに入ってます。一応箱の中はですね、トリセツですね。まあそれだけです。箱の後ろにですね、まあ何が入ってるかとかですね、こういうふうに使えとかっていうのが書いてあります。まあこんな感じです。結構ですね、丈夫なこうファブリックにですね入ってます。ちょうど収納サイズがですね、ここが16ですね。これ円になってますけど、ここが16センチで、この幅ですね、高さですね、これが12センチってカタログではなってます。結構大きめのコヘルぐらいの大きさですね。でちょっと開けてみますね。開けます。パカッと、ちなみにですね、パカッと開けて後ろにですね、このジッパーがついてますね。これは、これね、イグナイターですね。わかります？火花飛んでんの。まあ、一応飛んでます。プリムス。まずこれが入ってまして、ちょっと開けてきますね。これがですね、これクッカーの蓋ですね。プラスチックです。で、全部透明ですね。結構丈夫な。で、ストーブ本体ですね。バーナーです。バーナーがこのイータースパイダー専用のバーナーが入ってますね。ちょうど先日買ったですね、P136 に非常に似てますね。まあ、とりあえずこれが入ってます。これがプラスチックのボールですね。プリムス、こんな風になってますね。分離して、これがクッカーですね。クッカー本体、こんな風になってますね。取っ手が、これもね、ぐらつきなくしっかりいい取っ手ですね。でね、僕が欲しいなと思ったのは、要はこの形状なんですよね。なんて言うんだろう、これダグのヒートワンみたいなですね、ヒートエクスチェンジャーですね。熱を効率よくですね、クッカーに伝えるという部分で、これ不完全燃焼なんか起きやすいんですけど、これ非常にですね、これに惹かれて買ってしまいました。非常に効率いいそうですね。はい、でこれがここにありまして、でこれが風防ですかね。これが風防になります。トランギアのですね、なんかこんな風なアルコールストーブでやるセットなんかありますけど、そんな感じと同じように風防がついています。で、一応これがセットですね。これがバーナー、風防ですね。風防と、アルミのですね、専用ポット鍋ですね。あとこれがボール、これが専用バーナーで、これが、クッカーの蓋ですね。まあ当然ながらピタッと
こんな風になります。収納サイズはさっき言ったようにですね、かなりちょっときついですけど、でこれが入るわけですね。でこのバーナー部分がここに入って、でこうかな、こうかな、でこの専用ケースにポンと入る。でイグナイターはこの蓋の内側のジッパーに入れておくと、こうですかね。今日はですね、開封動画だけなんですけど、ちょっとね、気になったことがあって、もう一回ちょっと開けてみる。この中のね、要は、このイータスパイダー専用のバーナーなんですけど、これってね、よく見るとですね、先日ちょっと紹介した P136、エクスプレススパイダーストーブ2と形がすっごいうり二つなんですよね。ちなみにね、P136、いつもこんなが入ってるんで、ちょっと出して比較してみますね。多分ね、これね、比較した動画って、ね、あんまないと思うんだけど、こちら P136 ですね。最近トレッキングとかですね、山登りもキャンプもですね、ほとんどもうこればっか使ってます。エキスプレススパイダーストーブ2 P136 ですね。こちらです。ちょっと比較してみます。まあこちら使ってるんでね、いい色になってますけど、こちらはまだ、使ってませんので金ピカです。形はですね、ほぼ一緒ですね。重さもだいたいね、変わんない。気持ちこっちの方が若干重い感じ。P136 の方が若干重いかもしれない。足の開きとかですね、この辺も一緒だし、これも全く一緒だし、これが閉じたとこですね。閉じたとこ、ガスへの取り付け口もほぼ一緒ですね。変わんないですね。爪の位置とかも全部一緒ですね。でね、何が違うんだろうって、まあ専用なら専用ならのね、仕様があるんでしょうけど、ちょっとね、カタログでね、違いがあったんで、ちょっと見てみますと、P136 の方は、これほぼ一緒ですよ、形。P136 の方は、出力が違うんですね。こっちがね、まあ1時間あたり2400キロカロリー。まあ2400ね。で、こっちは1時間あたり1900キロカロリー。だいたいガスはですね、この250の T 缶、これ使った場合の話です。2400と1900、だから500キロカロリー、まあ、500キロって結構大きな差ですけどね、出力が違いますってことですね。ですからこちらのイータスパイダー用専用のバーナー、こちらの方が出力が低いってことですね。ですから、まあ同じガス、まあ容量が全部同じだとすれば、比較したときに、当然出力が低い方が長く燃えてくれますね。ちなみにですね、こっちは70分。このガス使って70分。こちらのイータスパイダー用のバーナーは84分。ということで、まあ約14分違うと。14分って結構大きいですよね。まあ1食分、2食分ぐらいの差があるんで。まあ、ただですね、さっきの話じゃないですが、これがですね、専用のヒートエクスチェンジャー、これがついてますので、まあ、出力が低い、バーナーでもですね、
ロスがなく効率よくですね熱に変えることができるということで、まあ1900ぐらい2000を切ったですねカロリーのバーナーでも十分使えますと、いうことです。まあ、逆に比べてみるとですねこちらの出力大きいやつよりも、まあ、1900の低いやつプラスヒートエクスチェンジャーの方が早く沸くと、まあ、そんな実験データもあるようですね。まあ、それはね、まあ、今日じゃなくて、次回、やってみたいと思います。それではですね最後に、僕もねまだ組み立ててないんで、これを組み立てて、終了したいと思います。ではですね最初これ風防ですね、この風防にこれを置きます。こうですねこんな感じで、ピタッと収まります。こうですね、はい、ピタッと入ったところでこの専用のお鍋クッカーですね、これを乗せます。で蓋を閉めると、こっちはこうですね、できた。こんな感じですね。ちょっとねここ室内なんだけど、まあ、ちょっとやっちゃおうかな。じゃあ発電かね、ガス出てますよ。おお。びっくりびっくり。